はい、それではラス前です。ディアタイムビッグバン。ディアタイムビッグバンドです、私たち、東京の、高田の馬場を中心に、活動を行ってまいります、ディアタイムビッグバンドと申します。そうですね、こんな大きな会場で大勢のお客様がいる中、ちょっと MC をするのは緊張してますが、私、当番とセカンドトランペットの深澤浩太と申します。よろしくお願いします。初めに送りいたしました曲は、これはデューク・エリントンのナンバーで、内堀勝さんのアレンジで、テイク・ザ・エイト・リンでした。ソリストを紹介いたします。まず最初に、トランペットですね。お客様から見て右から2番目ですね、女性の方、井上彩子。続きまして我がバンドの大黒柱ですね、ベース佐瀬隆。そうですね、当バンドは、4ビートを中心に、カウントベーシーオーケストラとかメルルイスジャズオーケストラとかそういったものが、
中心に、普段から活動しているバンドですので、まあ、本日もフォービートを中心にお送りさせていただきたいと思います。大丈夫ですかね。そうしましたら、続きましてお送りしたいと思います。次の曲はですね、佐渡ジョーンズオーケストラのナンバーで、3 in 1 です。そしたら何ですか。しましたが、そしたら送り出したいと思います。佐渡ジョーンズオーケストラの生で3 in 1です。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。サドジョーンズオーケストラナンバーで3 in 1でした。ソリストの紹介させていただきます。まず最初はソリストの前にセクションですね。一番前の列、サックスセクション、サックスソリをお送りいたしました。続きまして、その流れでやっていただいた、バリトンサックス内山文弘で、その後、こちらですね、風格のある金色のトランペットを吹くトランペッター、トランペット劉慎太郎で、最後、ベースですね。この男また、ソロを取っていただきました、ベーシスト、佐世隆です。そしたら最初2曲ですね、ファストミディアムファストのナンバーをお送りさせていただきました。この辺りで、ちょっとガラッと雰囲気を変えてですね、ちょっと今日は天気いいんですけど、去年は霧で涼しくて雰囲気もちょっとこの曲にマッチするかなとか思ったり思わなかったりするんですけども、今日は天気のいい中、この男に情熱的な曲を1曲披露していただきたいと思います。それではこの前に出ているトランペッターをフィーチャーいたしまして、ドクセバリンステン、トゥナイトショービッグバンドのナンバーでジョージアオンマイファイトです。どうぞ。
フェイジャーさせていただきました、劉慎太郎、もう一度大きな拍手をお願いいたします。彼はものすごく、上手なトランペッターなんですけど、ちょっとまあ彼はですね、今回の、マダラオジャズフェスティバルでゲストでも来ていただいている瀬川正久さんが数年前まで、審査委員長を務めていた、学生ビッグバンドの甲子園ですね、山野ビッグバンドジャズコンテスト、山野ビッグバンドジャズコンテストで、最年少で最優秀ソリスト賞を取った、まあ、かの昔ですね、はい見応えのある演奏ありがとうございました。だいぶ衰えたそうですが、まだまだ、素晴らしい音を聞かせてくれております、当バンドの看板ソリストでした。はい、そうしましたらですね、3曲をお送りしてきました。続いての曲が最後の曲になります。続いての曲はですね、私たちディアタイムビッグバンドが、愛してやまないカウントベイシージャズオーケストラのナンバー、からですね、ベイシーという曲をお送りさせていただきたいと思います。最後の曲ですので、先にソリストを紹介させていただきたいと思います。一番前のやつですね、テナーサックス炎上優斗。では最後、では最後お送りさせていただきたいと思います。一番最後の曲です。カウントベーシージャズオーケストラのナンバーでベーシーです。Thank you.
ディアタウンビッグバンドでした。お話を伺えるリーダーの方、2、3、正したいことがあります。質問コーナー。前までお願いいたします。どの方？お疲れ様でした。演奏ありがとうございました。まず聞きたいのは、このバンドの名前のビアタイムっていうのはバンドの皆さんにとって一日の何時頃からなんですか？ビアタイム。はい、ああそういうことですか。もう基本的に24時間飲んでるので我々は。ジャズタイムって何時頃？ジャズタイム24時間ですね。ありがとうございます。すごい激アツな演奏だったと思うんですけれども、ありがとうございます。ちょっと気になったのが、なんか皆さんイケメン揃いで顔採用があるのかなって、美男美女が揃ったバンドだったようなですよね。顔採用してるんですかね。まあ、我々自身もまあそう、ちょうどそう思ってたところですね。はい、まあ、たまたま。たまたまです、たまたま。なるほど。どんなつながりでこちらのバンドは？僕は結構ですね、今学生を卒業して1年目から一番上の人だと大体8年目ぐらいの人なんですけども、そうなんですね、大体学生の時にみんなビッグバンドやっていて、学番出身の明治とかこう立教とかその辺の人が結構女子になって。法政はいないですか？法政残念ながらちょっと探してみます。あ、そうなんですか。2年目ですね、私卒業2年目のそうなんですね、ビッグバンド出身者で。はい、やっぱねじめさんも前歌われたっておっしゃったんですけど。そうなんですよ、ねじめさんは結構昔からうちのバンドでこう一緒に歌ってくれてですね。そうなんですね。またじゃあいつか共演したら聴いてみたいと思います。来年は。そうなんですよね、うん、皆さん来年はねじめさんの歌も期待してありがとうございました。さあ、いよいよあと1バンドを残すのみで、あと1番となるとマダラオジャズ恒例の安売り叩き売り投げ売り大会、はい、どうぞ。